どうも、はーじま、京志郎です。はあ、でもやっぱ大声出せないね。いや、でも、心の枷じゃないけど、ストッパーみたいなちょっと外れる、親がいないと。喋ることなんもないな。ネタっていうのはどこからやればいいんだろうな。いやでも岡本太郎の本めっちゃ面白かったわ。いいよね。よかった。もっといっぱい読もっかな。じゃんじゃじゃじゃんじゃんじゃじゃん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 あんは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 んどどどんどんどどどどどんにゃ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 んじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃ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 でんでででん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 はあ、喋るのってネタがないよね。最近えり好みしてるんだよな、ネタを。でもえり好みした方がいい。つまらない話題とか興味のない話題を喋ったってしょうがないんだよな。まあ、宮迫さんが来たけどね、なんだろうな、俺の意見はなんだろう、別にどうでもいいかな。でもやっぱ誠実さっていうのはないよね、結局。別に謙虚にっていうか、なんかその謙虚っていうのも、僕なんかそのあんまり岡本太郎の本見てあんま使いたくないなって思ったんだけど、謙虚にというよりはなんかね、時代だからやってるっていうのは俺許せないんだよね。時代だからやってみるっていうのはいいと思うんだけど、まあでも芸能界ってそういうとこだからね、結局薬とかなんかやったらね戻ってこれないみたいな、そういうところあるけどさ、反社と関わりがあったみたいな感じで、あるけどね。まあ来たんだろうね、あの人は、宮迫って人は YouTube に。でまあ2020年やっぱりいろんな人が入ってくるだろうし、2020っていうなんかさ、表面的にはなんかそういう年じゃん。東京オリンピックだの、キリがいいだの、なんかあるじゃん、そういう。それでみんなが入ってきたし、やっぱカジサックさんとかやったんだけど、なんでかんで言ってカジサックさんってさ、リスペクト、でもやっぱりなんか心の底では賢いだけなんだと思うんだよな。結局やりたいことがなんかテレビを面白くしたいみたいなことを言ってたけど、だからテレビを YouTube で持ってくりゃいいんじゃないかな。やっぱり単純にテレビっていうものはものを、まあ、考えてるのは世代だからそうなのかもしれない。俺もテレビ大好きだったんだけど、あんま面白くなくなってから見るのやめたんだよね。面白くなくなってから見るのをやめて、面白いものがある方向にある方向に流れて、でそれでやっぱ芸人さんって面白いなーって思って、まあ、芸人さんって結局多分才能とかと環境もあるだろうね、と続けるち、ずっと続けそれだけをし続けていくっていうのが強いんだと思うんだよ、面白いものって。あとやっぱ向上心じゃなくて、まだまだ面白くなってやろうっていうおごりがないみたいな、だからやっぱ新しいものには触れていかなきゃいけないよね。ジジイになっちまうんだよね。でも俺ももうジジイだけど、でも俺 TikTok 別に俺一回やってみたけど恥ずかしくてできないじゃん。なんかそのテレデレデンデン、まあこれはすごい古いやつなんだけどさ、何番電車に何番電車が参りますみたいなことをさ、できないじゃん。あれって言っちゃえばさ、
プリクラとダンスの融合じゃん。やってることはほぼプリクラなんだけど、そのまあダンスだよね、ダンスっぽいこと、うん、ができると。でもダンスっぽいことってどうやってやればいけない、どうやったろうって思ったら、作った人のある程度の型があると。ダンスっていうのも一つの表現方法なわけじゃん。うん、それを放棄してるから良くないよね。でも俺ダンスはできない、ダンスで表現はできない。俺が何で表現はしたいけど、俺は何で表現できるだろうって思ったらおしゃべりだったんだよ。うん、表現はしたい、でもこれで表現したいっていうのはおしゃべりだった。でも何を表現したいっていうのはないな、別に。面白いことしたい、それだけな。面白いことしたいし、面白くなりたいなっていう。それだけだな。あー、股間かゆいな。お風呂入ったけど全然洗ってねえ、体洗えねえんだよな、めんどくせえから。今もううつとかなんかでさ、めんどくさい病だからさ、なんもできないの。うん、うん、でんでででん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 。でもジュースってやっぱいいね、美味しいっていうか飲んじゃうね、やっぱ砂糖中毒だね。今日もメロンソーダいっぱい飲んでた。でも炭酸水がマジで好きなんだよな俺。あー、炭酸水好きだ、大好きだ俺炭酸水。じゃーんじゃじゃじゃんじゃーん。でも喋ることってほんとないよねっていうことを喋っていこう。なんだろうな、みんなが触れそうで触れない。宮迫さんの話題したか。あ、江頭さん来たね。うん、なんか良さそうだね、江頭さんね、うまいこと言ってんね、ちょっとは。うん、でもなんか宮迫さんって結局なんかその汚れ仕事みたいな感じで絶対 YouTube やってるし、見下してるとこがあるから、まあそんな人がやったって面白いわけないよね。でも本当に面白い人ってやっぱ好きでやったり楽しんでやろうっていう向上心のある人じゃないとダメなんだよね。やっぱ水溜りボンドとかやっぱり面白いわ。水溜りボンドはスカイピース見て思ったけど面白くなかった。単純にキャラを面白くないって言ってるんじゃなくて、構成が面白くなかった。うん、なんか面白くなかったな。でもまあキャラが面白くないからなんだろうけど、まあでもスカイピースなんか女が見るもんだからな。だから俺はあの水溜りボンドが誰かとコラボしてる動画って見ないんですよ、つまんないから。あやなんが出てる時とか最悪で、女出てる時最悪だからな基本的に。別に今回の結婚なんちゃらとかで出た、それは別にどうでもいい、女が出てるから。その女 YouTuber とかな嫌だからな。面白いことできますよ風とかやめてほしいんだよね。虫を食うとかさ嫌だなって思う。別に虫を食ったって面白くないだろうみたいないうのはあるけどな。俺虫食いたくないもん。うん、な、過激っていうの俺あんま好きじゃなくて、なんでかって言うと面白いことできないから過激やってんだよね。うん、はっきり言っちゃうと。ガードマンとかヘキトラハウスっていうのは、うん、でもヘキトラハウスは俺ちょっと好きなのよ。でもガードマンも結局そのみんながそのお金にならないから、あの過激するのやめようっていうので、あのやめようって。だからガードマンみたいなのもいなきゃいけないっちゃいなきゃいけない。俺は別に見ないけど、でもなんかバンするとなんか永久にバンされちゃうよねみたいな話になってきたら、なんかかわいそうだなって思っちゃうね。うん、過激なことをするやつはいてほしいんだよやっぱり。でも別に見はしんけど、うん、でも俺の望む面白さってそういうもんじゃないね。結局過激とか逆張りっていうのは常識があって存在するものなんだよ。常識に縛られてるんだよねやっぱ逆張りって。多数派に縛られてるっていうか、逆張りって結局少数派になりたいだけじゃん。自分が変わってる、普通ではいたくないっていう、個性が欲しいって思ってるやつが手っ取り早くやることでダメだと思うんだよやっぱり。そこは楽しちゃう。うん、だから俺はあんまりそういう逆張りってことが好きじゃない。なぜかっていうと信念がない。てか、なぜそういたったかっていう理由があんまりないんだよね。なんとなくでもいいからあればいいのに、変に理屈ごねたりしたりする。
のが嫌なんで、なんとなく俺は好きじゃないな、逆張りとかじゃなくても、うん、なんとなくでいいと思うんだよ結局。俺はこれを見ないのはなんとなくっていう。だから俺がタピオカミルクティーを買いに行かないのは単純に近くにタピオカミルクティー屋さんがないから。ちゃんとうまいとこはあると思うの、タピオカミルクティー屋さん行けば、近くにないのでね。いやなんだろうな、俺が新しいことでやってないのはなんだろう。チャンチャチャチャンチャンチャチャンチャンチャンチャチャンチャチャンチャン。あー、ペイペイとかやってないな。まあ、でも別にやんなくてよくない？ペイペイなんか。スマホで決済。あー、でもスマホで便利だよな、結局。ドゥツドゥ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 ツドゥンドゥルンドゥン。じゃんじゃじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃがじゃん。でも最近メルペイがさ、セブン銀行でチャージできるようになったから、スイカもできちゃうよね。アンラブ、うん、ラブ、うん、ラブ。スイカポイントもなんか始めよう。なんか やることねえな。映像権には手を出すの面白かったわ。いや、芸術って無事な。でも芸術面白いわ。うん、でも なんか芸術ってどっか置いちゃうもん。だってさ、やっぱ全然あの本を見た人と見てない人だと全意見が変わってくるから、考え方がだいぶ変わってくるから、その俺の動画をあの本を見ずにっていうのも、まあ別にいいや、見ようが見まいが、うん、でも別にな、あいいかな、俺は芸術に、芸術もやるけど、芸術っていう魂の解放じゃないけどさ、まあそういうことなの。やっぱエネルギーを溢れ出させるためには必要だよね結局。 YouTube も結局売れる努力をしなきゃいけないわけよね。でもそんなの俺分かったんですよ。俺 YouTube の売れる努力分かんない。ナルセはなんか TikTok で多分あいつは売れる努力が分かったっていうのか、手当たり次第やってみたのか分からないけど、なんか俺はわがままなんだよ。楽してお金が欲しいの。でも俺人気になりたくないの。だってさ、こいつ PHTV とか見りゃわかるじゃん。視聴者でコメントしてるやつカスみたいなやつしかいないじゃん。あんなやつら嫌だよ俺。ねえ、昔のこいつ TV が良かったかっていうとそういうわけじゃなくて、なんかね、昔のコメント欄がいいっていうのはなんだろうな、そういうことはあんまり言いたくないけど、明確な理由はある。なんでかっていうと面白かったから、うん、昔のコメント欄は。昔が面白いっていうか、昔が面白くてそれが埋もれてなかったって状況なんですよ。でも今数がいっぱいあるし、上に上がってくるものは嫌だなって思うし、うん、でももう高知 TV も広く知られても大変ですよ、うん。いやでも俺が知ったのも多分2年前くらいで、はじめ社長がなんか高知 TV 関連でなんかやってみて、はじめ社長がなんか言ってんなみたいな感じで見て、見たらすんごい面白くて、でも今はそれは乗り越えたかな、面白いものを見て。でもなんか俺が嫌だなってものは、やっぱなんかほんと PDR クソだなってものはさ、あいつすごいしょうもない人間じゃん。誰かがそのやっぱ YouTube のガキのしょうもないやつのゴンゲみたいなやつさ、なのにあいつは変に逆張りをするじゃん。だからやってるのはなんかこれあんまカートゥーンアニメとか好きじゃないなっていうのはさ、最近分かったんだけど、これやっちゃダメでしょみたいなことをやってる腫れ物扱いされたいやつみたいな、タイマーを扱うとか、うん、俺そういうの好きじゃないんだよ。だからこれやっちゃダメでしょ、勝手にやっちゃダメでしょみたいな。だから銀魂俺見れないと思う、多分ギャグ漫画として。てか面白いものを見るんだったらやっぱり漫才とかちゃんと芸人を見た方がいい。銀魂は、まあ、いつかは見るだろうけど、多分遠のいた。見ないと思う、俺は。でも、ぶっちゃけ見たい。うん。でも、面白いものって難しいよね、結局。
でも俺も面白いことしてるかっていうとね、特段してない感じはするんだけど、でも俺は好きなんですけどね。まあ好きと面白いは違うんですけど、でもなんかこれを逆にじゃあ面白いこともなくていいからただただ喋ろうっていうと違うんですよ。なんかね、面白いことしようっていう気持ちで挑まないと楽しくないんですよ、やっぱり喋るときって。でも全然面白いことしてないけどね。ぶっちゃけ喋るのは楽しいからやってる。でも俺は才能があるから、あのサムライエイトみたいなことにはならない。単純に俺がただ喋ってるだけだからね。これ何も才能もないよな。でもまあ同じことはしちゃいけないよねっていう、なんか岡本太郎さんには書いてたわ。今日の芸術で。いやーでもすごい影響を受けてる。単純に面白かった。本当に面白い本だった。変にいっぱい漢字使ってなくてさ、だから俺はとある魔術を見れないかもしれない。とある魔術すごい、あのね、面白いんだけどね。まあでもあれ見るのどうしようかな。面白いっていうかね、あいつ文が下手なんじゃないんだよね。漢字が多い気がする。で話が進まなかったり、あと俺上条ともあんま好きじゃないのよ。なんかあの逆張りなのかわかんないんだけど、あいつ切れるじゃん。なんかすごい切れるよ。何あいつ、なんであんな切れんの。よくよく考えたらなんかめちゃくちゃあいつ小説見るとすんげえ切れてんだよねえ。それに俺は切れてる。なんか嫌なんだよな。ただずっと切れてるみたいな。なんでお前はそういう状態で、俺上条トーマ嫌だな。ぶん殴りたいな。あいつすごい切れるんで、俺切れてるやつ嫌いだから。切れながら言ってるけど俺は嫌いじゃない。なんでかって俺は俺だから。俺は俺のこと大好きなので、俺が切れてることについてね、ああ面白い、俺が面白い切れ方をしてるみたいに思ってますけどそれはなんか違うんだけどさ。なんだろう、上条とも好きじゃないよな。まあなんだろうな、とある魔術なんで見ようとしてんだろうな。まあいいや。でも読みづらい。ていうかなんで今俺つまんないかって言ったら、見た展開を見てんのよ。なんか俺は一応変にさ、アニメとか見ちゃって展開をちょっと知ってんのよ、ぼんやりと。それがダメなんだと思う。飛ばさなきゃいけない。未知の展開っていうか未知の新展開から見なきゃいけないけど、そうだったらその既存のこういうキャラがどうなのって深みにならないから流して読まなきゃいけないけど、俺単純にさ、やっぱ俺好きじゃないな小説。面白くない小説って辛いだけだからな。漫画は文字が少ないから面白いけど、ていうか漫画って面白いからな、やっぱり。なんか俺ワンピースが読みづらいってやつ俺嫌いなの。なんでかって同じ意見だから。同じものが俺嫌いなんだよ、やっぱり。それはなんか芸術らしい。だから俺芸術してるんだ。でもなんかアーティストって俺呼びたくないやつは、しょうもないやつもアーティストって呼んでんじゃん、自分のことを。なんかネットフリックスさ、アーティストとか名乗ってるやつがさ、ネットフリックスは日本のことなんかその気にしてないっていうかさ、商売のこと話してんだよ、ビジネス。この全く滑稽じゃありませんか。アーティストの癖してなんかビジネスで外国がどうのこうの、みたいなこと喋ってて、別にそういう問題じゃないじゃん。単純に日本で見れるかと思ったら見れなかった、ピエンじゃん結局。なのに、外国でもうね、1.5 億人の会員がネットフリックスにはいまして、でも日本でたったの300万人なんです。だから日本なんかビジネスの元凶にないですよね、みたいなこと言ってるんですよ、こうやって。そいつがなんかアーティストみたいなことで、ね、まあ、でもツイッターでそんなこと言ってるのしょうもないからな。しょうもない極み。そういう奴らしかいなくて、気持ち悪いなって思った。ただただ気持ち悪い、深い。だから俺は動画を撮ろう。そういうね、気持ち悪いツイート見ちゃって、で、やっぱ気分が落ちてる奴は俺の動画見に行く。面白いから。やっぱ俺の動画ってね、面白いのかな。なんかね、まだやっぱ完成されてはないのよ、結局。面白いんだけど、なんか何が嫌かって、面白いとなんともない空間があるんだよね。あれはすごい。でもやっぱ俺の動画面白いな。でもやっぱり感情は動かされるよ、どんな動画よりも。でもやっぱね、動画の内容を伝える本読むよりもちゃんと本読んだ方がいいってことはね。本読んだ気になってるみたいなこと言ってたけどね。本読まなきゃいけないのかな。チュン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 
チュン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 パッパラスパスパスパパス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 何しよっかな。まあ俺はでも最近やっぱ感情が死んでるんですよ。でも俺はなんかどこか取り繕ってる気がする。俺は面白いと感じれる心があるんだみたいな。でも面白いと感じることはできない。でもなんか俺脳死で読むっていうかさ、やっぱ俺面白いもの知ってるし、俺がとんでもなく面白い存在だから、なんかね面白くないから読まないっていう選択肢がないんですよ。ギャグは求めない、俺は基本的に漫画に。なんでかっていうと、それよりも断然に面白いもの知ってるから、その漫画がごときが面白いことできるのを思うのやって、漫画としての面白さを見ててくれって思ってるわけで、なんかギャグの面白さとか求めてるやつってバカだなって思うの。芸人見りゃいいからね。なのにそこをいちいちダメなところよ、いいところだけ見ればいいのよ。そうしたらいい気持ちでお前は読み終わることができるのに、なんか自分で勝手に自分で自分を不幸にしてるのよ。だからやっぱお前みたいな人間、つまんない人間が読むとどんなものもつまんなくなるんだよ。お前が面白くなれば見るもの全てが鮮やかに見れる。お前が灰色の世界を持ってるだけ。うん、モノクロでもないよ、灰色だよ。うん、だからやっぱ俺は面白い人間だからさ、やっぱりね物を見ると面白い。鬼滅の刃面白いなって思うし、あと時期も良かった。俺はワンピースの定期購読を始める時がなんか鬼滅の刃のアニメ放映の2ヶ月前くらいで、でもやっぱワンピースに月900円、960円払う、その時は960円だったから、払うかって、さすがに高いなって思って、お得感を感じたいから今連載してる作品一気に見ようみたいな感じで見たら、やっぱ面白いのいっぱいあったけど、見てない漫画は基本的なんか揺らぎそうはなんか見なかったな。なんでだろうな。いやバトル漫画が見てえんだよ俺。そうだ、バトル漫画だけ見た。でも俺もチェーンソーマンもね、多分ねツイッター漫画見て見た気がする。新連載って基本的に見ないから俺。でも最近は見るようにしてるんだけど、でも俺も普通のなんだかんで言ってさ、やっぱ普通から出し切れてない自由な人間じゃないから、でもどうだったろうなぁ。まあでもまあマッシュルはあんま面白くないよ結局。ジップマンも面白くないし、でも見るよ別に。でもジップマンも意外にテンポいいからいいよね。いやでもやっぱり単純に呪術廻戦とかチェーンソーマンってちゃんと面白いんだね。俺なんか嫌いなんだよなやっぱり。あのさ、加藤純一さんの視聴者のところがさ、鬼滅の刃批判するやつってなんか全員キモいなって俺思うんだよね。キモいと思う。見もせずにっていうか、別に見てもいいんだけど、なんか作者が女だからみたいなこと言って、別に面白いのにな。なんか俺は嫌だなそういうやつら。いやでもやっぱ俺そこそこ好きだから、鬼滅の刃一番好きはワンピースなんだけどね。ワンピースと21世紀少年が俺大好きです漫画の中で。俺は嫌いなんだよなやっぱり。逆張りっていうのが嫌いだ俺は。逆張ってなんか逆張りとかひねくれとか偏屈を極めて逆張りすら嫌うようになってくるっていう、アンチが嫌いなんだよな。てか楽しめればいいんだよね結局。でも俺それでいつもなんか、まあまあそれでいつも言うような、じゃあ人殺してもいいのかよみたいなこと言うけど、黙れよ。俺が困ってる姿を見てお前は楽しみてえのかみたいな。人殺してもいいとかなんかよくわかんないんだよ。俺は殺されたくないから。人は殺しちゃいけないと思う、殺されるのは嫌だ、痛いもん殺されるって基本的に。じゃあ痛くなきゃいいのかって言うと、死にたくないの俺。なるべく長生きしたいね。別に長生きするために生きるわけじゃないけど、楽しいことがいっぱいあるから長生きしたいっていうのと、あと精神病治すのに時間が必要なんですよね。お金が必要、時間イコールお金だから。お母さんが仕事してお金貯めてもらわなきゃいけないけど、でもお母さん浪費癖があるから無理なんだよな。まあでもいいよ、俺やることやるだけじゃないけど、やりたいことをやります。はい、喋るの好きだし、やっぱその魂の解放じゃないけどさ、大きな声を出すからというか、感情を荒げるっていうのがな、まあ一つのなんか芸術の領域なんだと思うけど、多分まあうまくは表現できてないと思いますやっぱり。まあ上条斗真は好きじゃない、なんか好きなシーンはないな結局。まあいいや別に。好きな主人公って誰だな、別にいないんだよなこいつが好きだみたいな。チェーンソーマンのデンジとかシンプルで結構好きだよね。でも意外にいいかもね、ああいうキャラクターね。
悪いやつは悪いから切ってもいいよなみたいな、なんかそんな適当なこと言って、俺は覚えてないのであんまり。うん、面白い。ジュース回線も虎杖もいいよね。うん、面白いよ。ワンピースもね、ワンピース、ルフィってなんかもう、やっぱその、なんかね、すごすぎて、なんか好きとかじゃないんだよね。ワンピースイコールルフィになってるから、なんかその好きっていうのが透明っていうか、でかすぎて表せないよね。まあ面白いから好きだよ、基本的に。あんま嫌い、なんか俺は、なんだ、感情がないとかそういうわけじゃないんだけど、大体好きだよ。結局。あんまり嫌いなキャラがいないんだよね。最近もしのぶちゃんも俺ちょっと前までね、なんかローに反発してて嫌いだったけど、しのぶちゃん、でもな、まあしのぶちゃんもね、まあ20年も耐えたのもあるしね。いろんなことがあってそうなったんだろうなっていうのを思うと、それがより分かったから。でも俺が今嫌なのってさ、今カイドウを下げるみたいな習慣あるじゃん。俺ネットのエース敗北者理論って俺嫌いなの。あれ、そんな、ワンピース好きじゃないやつだからそうなる結論で、ワンピース読んでたり、好意的な解釈をすれば、そこまで無理やりしなくても、そんなにダメなもんじゃないと思うんだよね、なんか。俺は、そんなにダメなもんじゃないと思うんだよ。で、それでやっぱカイドウは敗北者だみたいなものきっしょいね。また同じことしようとする。やっぱエース敗北者だった時の、前世紀のブームの時のブームの中心に入れなかった奴らが、自分たちでブームをね、カイドウ敗北者ブームみたいな、カイドウが株が下がったなみたいなことを言ってる、そういうのを見るし、というかそもそもさ、なんかまあ嫌だなって思う。ネットのそういう意見っていうのは。まあでもネットってクソだからね、ゴミクソだからね。ゴミクソな人間しかいないから。ゴミクソな人間がね、ふるいにかけられてね、残った。ね。やっぱネットってクソだね。でも俺、加藤純一さんが好きなところもあるけど、最近好きじゃない。なんか、変にさ、なんかその、なんつう、俺なんてっていうダメな謙虚の仕方をするんだよね。YouTube なんて声ダメだからさ、みたいな、まあそういう感じなのが、まあ全然モノマネできてなかったけど、まあモノマネする気はないんだけどさ。モノマネできないしね。あれ好きじゃないんだよね。YouTube ってそういうもんじゃなくない？広すぎじゃない？ YouTube ってそもそも。なんか YouTube を YouTuber ってだけで言ってるので、YouTube ってほぼ全部になってない？結局。なんかもうさ、すごくない？ YouTube ってでもなんかすんごいこいついいなってやついないんだよな。あんまり名前出したくないんだよね、俺、成瀬の名前。なんでかっていうと、俺が足引っ張っちゃうんじゃないかなって思ってさ、俺みたいな。ね。今登録者低いから。うん。あと、その、なんか、虎の皮じゃないけど、なんだっけ、虎の胃を狩るみたいな、そういうのになっちゃうのが嫌だなって思って。でも、すごい魅力に感じたんだよな、あの時は。まあでも、あの時もまだそんなに、面白いものをあんま見てなかったからなんだろうけど、ねえ、でもなんかやっぱエネルギーはあったんだよな、あの時。全裸キャラとかじゃないけど、すごいエネルギーはやっぱり感じたよね。勢いはあった。勢いって大事だからさ。なんか速さがあったんだよな。今は別に見てないけど、まあそんな最近面白いっては思わない。TikTok だし。でもやっぱその、どういう風に承認欲求を得るかって話で、真帆さんとかも成瀬とかもさ、結局その楽な方向に行っちゃったって言い方は悪いんだけど、その面白さって難しい。実らないから、基本的に。女には伝わらない。うん。女ってやっぱその面白さを司る神経がね、すっぽり抜けてるやつがね、結構いるんですよ。9割。それ。面白いことわかんない。で、普通の人だってわかんないの。わかるわからないとかじゃなくて、なんか、嫌な見方をされてるから、女は。可愛いってなんで俺言われたくないんだろうな。じゃあ、キスしてほしいんだよな。うん。無理やり。俺、キスしてくれよ。なあ。可愛いって言うんだったら。
本当に行動がないんだよな。可愛いって言うんだったらキスをしてくれ、ハグをしてくれ。昔は可愛いって言われたけどさ、なんかね、まあ、デブだからね、こいつ弱そうだなって思われたんだよ。俺を下、まあ、そんなクソみたいな女どもね、女どもが嫌いだけじゃなくて下に見られてたんだよね。可愛いって言われることは下に見られてるらしい、うん、ね。下とか上とかよくわかんないな、よくよく考えたら、うん、まあでもこいつは何もしてこないだろうなっていう、なんかあったんだろう。そっから俺めちゃくちゃキモいって言われまくったけど、すごい悲しかった。やっぱり落差があった、高低差があったから、うん。でも俺はすごい嫌なやつがいたのよ、気持ち悪いやつが、うん、嫌いな男のやつがいて、なんかすごいうざい女がいて、そいつがうざすぎてぶん殴ったんだよ背中を。そしてなんか変な雰囲気になってさ、昔ね、そいつにまでそれはないわって言われて、なんでだって思って、すごい、なんか、どの声でうざさしてからぶん殴ったんだよね、さすがに。ああ、ムカつくな、こいつって思って。でもやっぱ、ぶん殴っちゃいけないんだね。やっぱ、口で言わなきゃね。うん。やっぱ、口の暴力ってさ、結局さ、その、物理的な暴力って精神にも体にも来るから、両時に。ね、同時に？うん。あ、すごい、膝痛い。膝が固まって、痛いなー。悪口言ってたらすごい痛い、足が。血の巡りがすごい悪いんだ。冷えてるんだよな。なんでこんなに痛いんだ。わからない。まあいいや。やっぱ口の暴力、でも俺はやっぱね、普通に暴力振るうより口の暴力の方がいいと思う。後でごめんねって言えばいいし。言い過ぎちゃったって。口の暴力っていうのはやっぱいけないのかもね。ちゃんと後で謝ろう。うん。喋りたいこと喋るか。なんか捨てハゲって人がなんか動画やめるらしいんだけどさ、俺捨てハゲさあんま好きじゃないんだよな、ノリが。あんま面白くないっていうかさ、なんかオタクのノリ、オタクの好きなノリの延長線上にあるような気がして、あと俺ぼっち大学生とか嫌いなんだよ。ぼっち留年大学生とかなんかさ、よく傷の舐め合いじゃん、あんなもん。全然面白くないしさ、やっちゃえばさ、ガキでやってた時のなんかスマイル頼むみたいなもんと一緒だよ、やってること全部。あいつらがやってることってな、なんか俺はそういうのと変わんないと思う。スマイルくださいってマックで言うの、スマイル100個くださいっていうのって俺は変わんないと思ってて、うん、俺もスマイルくださいって昔言ってるけど、そういう時代もあるんで、俺も面白さは常に進化する、うん、面白いものを見ればそういうことを、ああれって面白くなかったんだっていう。まあ、でも結局時代っていうかさ、年齢だよね。うん。俺はそれが早いだけ。面白いものをいっぱい見てるから。あ、こっちの方が面白いわってなるのよ。うん。こっちの方が面白いわって言ったけど、俺がやってて面白いことはなんかね、その時グランドコークっていうやつがあったんだけど、それをなんか2本くらい飲んでた気がする。そっちの方がよっぽど面白い。でもそれは面白いとかじゃなくて、単純にめちゃくちゃコーラが飲みたいっていう理由で、バカみたいなんだけど、そっちの方が面白い。グランドコークを飲む。2本。それも飲み切るっていう気持ち悪いことしてた。でも楽しいな。今が楽しいわ。今は今で辛いけど、学校行ってた時はよっぽどなんか人間してるなって感じはするわ。人間してるっていうか楽しいわな。人間 してはないんだろうけど、でもよっぽど人間だと思うな。だって楽しいんだもん。楽しいんだから多分人間だよ。うん。生きる目的とかなんかよくわかんないよな。結構楽しいからいいかなっていう。なんか俺だってさ、なんかカッコつ、もし人気になってカッコつけるなら、なんかもし嫌なことがあっても俺をすがってくださいみたいなことは思うけど、俺が喋ってる時に俺のことすがってもいいよって思いながら喋ってることなんて1ミリもなかったんだよな。別に喋ってるってだけで、喋ってるのが楽しいなって思いながらしかない。それ以上も以下もないの。だから捨てハゲさんって面白くない、面白くないってわけじゃなくて、あの人楽しくないって言いながらやってたじゃん。だからなんか現れてんだよね。
これでなんか俺加藤純一上げにすると加藤純一一派になるけど、加藤純一さんもあんまり最近良くないなってとこは見てて覚えてみたんだ、なんかこういうところ良くないなって感じはあるんだけど、具体的に言うと何なんだろうな、まあでも具体的って何だろうな、動画俺あんま好き、雑談あんましてくれないからね、俺雑談好きだからね、なんでゲーム好きじゃないんだろうな、あ、ゲームに興味ないんだよ。ゲームはやっぱやってこそゲームだから。でも俺は別になんかゲームやる環境っていうかね、なんでゲーム俺やらないんだろうな。わかんねえや。うん。でも俺マリオデッセイしかやってねえよ。ちょっとな、ションベン行きたくなってきたな。あ、で30分経ったからそうそうだ。みんなの集中力もね、30分くらいで動画を止めるのが一番いいんだよ。気分の転換にもある。なる。ションベン行ってくるぞ。